はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、3月7日でございます。3年前の今日、急性骨髄性白血病と診断されて、その日に緊急入院することになりました。搬送先でね、搬送といってもね、奥さんに連れて行ってもらったんですけども、その病院からね、僕は家に帰れなくなったんです。3年前の今日からね、遡ることね、2ヶ月前の1月ですよ。仕事前にね、子供を保育園にね、送っていったらね、こう2階へこう上がる階段を上るだけでね、こうひいひい言うてましてね、保育園のね、階段やね、こう小さな段差なんてね、子供たちに合わせて建設されてますから、1段がとても浅く作られてるはずなんですよ。でもね、その段差を登るのにね、足が上がらないんですよね。年末の仕事のね、疲れがこの正月休みで取れてへんかったんかなーなんてね、最初はそんな感じで思ってたんです。そしてね、2月になるとね、毎日のようにね、体が弱くなっていくのがね、分かりました。まず最初にね、職場のオーナーとね、車で講習会に行くぞとね、いう時にですね、お店から駐車場まで、歩くと大体50メーターぐらいは歩くんですけども、お店のシャッターを閉めて、一緒にこう歩き始めてね、角を曲がるんですけども、その角を曲がるとね、オーナーからどんどんこう離されていくんですわ。僕はもともとですね、歩くスピードが速くないのでね、普段から誰かと歩くときはちょっと早歩きをしてたので、慣れていたんですけども、それどころじゃなかったんです。ほんで別の日にはですね、ゴミ出しをしに行ったらですね、そのゴミ袋を持つのもしんどかったりとか、また別の日にはですね、高いところのものをこうクッて取ろうと思ったらね、それだけでね、ふらってこう立ちくらみをしたりとかね、もうそれだけじゃないんですよ。ある日ね、おもむろに熱を測ってみるとね、39度でして、それでも頭もどこも痛くないんです。でおかしくて、近所のね、病院へ行ったところですね、検査したらね、今2月やからインフルエンザが流行ってましたけどもね、陰性で何の問題もありませんでした。喉もね、関節も全然痛くないんですよ。おかしいでしょ。でそしてね、2月の後半からね、各関節にですね、身に覚えのないあざが出てきてね、もう両腕両足とね、パンパンにね、むくみ出してね、そんな状態でね、お客様をカットしてる中でね、鼻血がバー出てきて、それが2時間止まらなかったりとかもね、ありましたしね。でそんなね、鼻血がね、落ち着いてきたと思ったらね、あざが段々こう広がってきてね、むくみもだんだん激しくなってきたんです。でそこでもう一度ね、今度は近所の別の病院に診てもらったらですね、症状を見た先生がね、顔がグッとこう曇ってね、血液検査をしましょうとなってね、してもらったんですよ。ほんでその血液検査をするときにですね、僕が今行ってる大きい病院やったらね、血液検査室じゃないか、採血室があって、もうその予約が入ってる患者さんがね、行くとね、この人はこういう風な項目で血液検査をしますよっていうのがもう決まってるんで、試験管がいっぱいあるんですよ。でルートっていうね、血液検査の時に採血する、チューブがあるんですよね。針刺してチューブが先にあるんですよね。そこに、試験管をプツって刺したらね、中が真空になっているので血液がここからピューって出ていって試験管に入るっていう状態になるんですけども、普通の一般的な採血の方法っていうのは注射器でね、吸い上げるんですよ。でその時に病院で、普通に吸い上げる血液検査をしてもらって、採血をしてもらったんですけども、それでがね、なかなかね、その看護師さんが思ってる分量が出てこなかったみたいでですね、若い看護師さんがね、ベテラン看護師さんに、ね、これぐらい取れたら大丈夫ですよねみたいな感じでこう確認するほどのね、もう少ない量やったんです。でほんでね、そこの病院っていうのはね、血液を検査するのにね、外部に発注するということでね、後日お電話差し上げますということで、その日は僕返されたんですよ。ほんでその次の日のね、仕事中にですね、たまたま僕はその時ね、出張カットにね、一人で出てた時にですね、でその帰りの車の中で連絡があったんですけども、
もしもし、安さん、先日の血液検査の結果でですね、大切なお知らせがありますので、今からこちらへ来てもらえませんでしょうか。あ、今は仕事中なので、今から帰って7時ぐらい前になると思いますけど、それぐらいといけますけど。あ、ちょっと待ってください。今すぐ来れないって言ってるんですけど。あ、お電話変わりました。〇〇病院の〇〇です。安さん、白血病も考えなきゃいけませんわ。命に関わることなんでね、できるだけ来てくださいって言われてね、お店に着くまでね、ドキドキしながら運転して帰ってね、もう開口一番にオーナーにね、血液検査で白血病かもって言われたんで、すぐに病院来てくれって言われたんで、帰っていいっすか、すぐに行きなさいとね、お許しが出たので、ね、その帰りに病院に行ったらね、末梢血の中にね、芽球というのが出てるんです。今の段階ではね、これはね、白血病細胞と考えられるんですわ。あの、紹介状書くのでね、大きい病院に行ってください。そしてね、次の日に大きい病院に行ってデータを見てもらったら、安須さん、これは急性骨髄性白血病です。今すぐに入院して検査を受けて抗がん剤治療をしなければなりません。しかし今ここの病院の血液内科の病棟にはですね、病床が空いてないので、別の病院に行ってもらわなければいけません。もうその病院もね、手配しましたのでね、今からそちらへ向かってください。ほんでそこに着いたらね、すぐにですよ、身長、体重、血圧、酸素濃度を測ってね、無菌室に直行して採血をされて、その日にできる検査というのはありとあらゆる検査をね、やられまくったんですけどもね、こう移動するにもいちいちね、車椅子やしね、しかも僕より体の小さい看護師さんらがね、押してくれるもんですがね、すごい申し訳なくてね。まあ今考えたらね、めっちゃ危ない状態だったからね、それぐらい痩されて当たり前やったんですけどもね。まあ、あの、奥さんが帰ってから一人になってね、夜一人で寝る前までこの現実というのをね、受け止めることができませんでした。というね、僕にとって非常に思い出深い3月7日でございます。あれから3年経ちました。もうたくさんのね、度重なる抗がん剤でね、あの、全身が筋肉痛、関節痛になって、熱が出て粘膜障害と味覚障害になって下痢になって、左目に出血があったためにですね、もうなんか時空の歪みみたいなのがこう見えるような感じになってね、もう見え方がそこからめっちゃ変になってですね、まあそれに関しては今マシになったのかも、慣れたのか分かりませんけどもね、まあ、それぐらいのレベルにまで下がっております。で、ほんでね、まあその抗がん剤ってね、オレンジ色とかね、赤とかあるしね、ブルーハワイのような青もあってね、カラフルなんですよ。まあ飲まずにね、血管に直接入れてますのでね、どんな味かね、分かりませんけどもね、あの、青に関してはね、おしっこが青くなりましたわ。まあそんな感じでね、今となってはね、すごい思い出話になってますけどね、もしまたね、何かが起こったらね、あの2年前の肺炎のようにね、入院せなあきませんのでね、あの、感染防止とかね、再発防止にね、心がけていきます。まあね、今の話をね、聞くとね、白血病のね、あの、初期症状っていうのがね、あの、分かりやすかったんちゃうかなと思います。まあだんだん体が弱っていくんですよね。だからすごい僕が、あの、病院に行ったのもほんまにギリギリやったみたいです。怖いですね、そんな、ほんまに。でもね、症状が出てきてからじゃないと自分ではわからないんでね、あの、できたらね、皆さんもね、何かしら検査をね、受けてみてください。そしてね、感染防止とかね、僕みたいな病気になってるとね、あの、再発防止っていうのもね、心がけていきましょう。そんな感じで、3月7日は僕にとってはとても大切な一日ですというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。